どうも、ゆっくり霊夢です。どうも、ゆっくりマリサだぜ。マリサは動画だと明るいけど、プライベートは暗いわよね。おいおい、プライベートの私をバラさないでくれよ。話しかけても全然反応してくれないし、このネクラ、めちゃくちゃ言うじゃないか。じゃあ今回は、表の顔と裏の顔って、ワードにちなんだ事件を紹介するぜ。表の顔と裏の顔？なんだか怖いわ。人には見せてない面を、人それぞれ持っているのさ。なんだかすごく気になってきたわ。早く教えてちょうだい。ということで今回は、東電 OL 事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。まずはざっくり事件の概要を説明するぜ。1997年、東京電力に勤めていた女性が、東京にあるアパートの空き部屋にて殺害されたんだ。この動画に話題が上がるってことは、謎がたくさん残された事件なのよね。その通りだぜ。この事件、すぐに犯人が捕まったが、実は冤罪だった。とか、被害者女性には裏の顔があった。とか、いろいろ謎が多いんだ。一つ一つ、詳しく話を聞いていきたいわね。じゃあ順を追って、深掘りしていこうか。被害者は東京電力に勤めていた、渡辺康子さん。彼女は杉並区営副長で、母親と妹の3人で暮らしていたんだ。お父さんはいなかったの？お父さんは、彼女が大学2年生の時に、癌で亡くなってしまっているぜ。父は東大出身、母は日本女子大出身、妹は東京女子大卒業後大手電機メーカーに、就職というエリート一家で育った。安子さん自身もかなりのエリートで、慶応女子校から慶応義塾大学経済部を卒業し、東京電力に初の女性管理職として、入社したんだぜ。頭も良くて優秀だったのね。経済分野の論文をいくつも発表し、その論文は高い評価を得られていたそうだぜ。れっきとした高学歴高収入エリートね。ああ、その高学歴高収入が彼女の表の顔だ。さっき彼女には裏の顔があるって、言っていたわね。キャリアウーマンの、裏の顔って一体何をしていたの？毎日17時20分、定時で退社した彼女が、向かった先は渋谷の道玄坂。あそこってホテル街よね？そんなところに何しに行っていたの？彼女はそこで売春していたんだ。え？体を売っていたの？一日に最低でも4人客を取るなど、自分でノルマを設定して終電で帰る、という生活を送っていたんだぜ。なんでそんなことを？お金に困ってたのかしら？東京電力の管理職として、働いていた彼女が金目当てで、そんなことするか？しかも、ただ同然の、金額で売春していたなんていう、情報も出ているんだ。一体どうして、仕事にも恵まれて、金銭的に余裕があったであろう彼女が、なぜ売春に手を出したのかしら？闇みたいなものが心の奥底にあったのかも。実際、彼女は会社から孤立し、相当ストレスを感じていたそうだぜ。そうなの？じゃあ次は彼女の心の闇について深掘りしていくぞ。さっき渡辺さんは会社で、孤立してたって言ってたけど、それはどうしてなの？いろんな人に慕われて、仕事をしてたんじゃないの？仕事に対しては真面目に取り組んでいたぜ。でも彼女が発表したある論文のせいで、職場では煙たがられていたそうなんだ。ある論文？それが、原発の危険性を指摘する論文だ。え？彼女が働いてる東京電力って、原子力発電所をいくつも持ってる、会社よね？なんでそんな論文を？実は彼女の父親も、東京電力で働いていたんだ。将来の役員候補なんて言われていた父親だが、原発の危険性を指摘したため、降格されてしまったんだ。そして彼女が大学2年生の時に、父親は癌でこの世を去り、父親の意思を継ぐために彼女は、東京電力へ就職したんだぜ。そして父親と同じ論文を発表したのね。でも原発反対の父親を降格させてまで、抑え込んだのに、その娘がまた同じことを、研究するなんて、邪魔だと思われるんじゃ。思われるかもな。実際彼女は、周囲の人にしかとされていたそうだぜ。会社では半原発として煙たがられ、彼女の心はずっと孤独だっただろうな。そのストレスから彼女は28歳の時に、拒食症を患って入院したこともあるんだ。事件当時、身長169センチと高身長に対し、体重は39キロしかなかったんだ。ガリガリじゃない。売春もそのストレスから逃れるために、手を出したのかしら。彼女は他にもたくさんの奇行が、報告されているんだぜ。奇行？なかなかパンチがあるから、心して聞いてくれ。コートの裾をまくし立てて外で放尿したり、道に落ちているビール瓶を酒屋で、1本5円で換金。ホテルの布団を、大便や小便で汚しまくりで菌になっていたなど、一般人には理解しがたい奇行に、走っていたという話があるぜ。思っていたより彼女の闇は深そうね。ここからは、
事件発生から犯人逮捕までを説明していくぜ。1997年3月19日、東京都にある、木造2階建てアパートの1階空き部屋で、渡辺さんが首を絞められて、亡くなっているのが発見されたんだ。第一発見者は誰なの？そのアパートのオーナーが経営する、ネパール料理店の店長が第一発見者だ。オーナーから鍵を預かり、このアパートの管理を任されていたそうなんだ。発見される前日、渡辺さんが発見された、101号室に、仰向けで寝た状態の女性を、第一発見者のネパール人が目撃しているんだ。それが渡辺さんってこと？ああ。だがその時点では熟睡してるのかな？と勘違いしその場を立ち去ったんだ。まさか亡くなってるなんて思いもしないわよね。でも次の日もその女性のことが気になり、もう一度小窓から部屋を覗くと、女性がまだ寝ているのを見て、もしやと思い警察に通報。調べによると、渡辺さんが亡くなったのは、3月8日の夜から9日の未明と判明。発見されるまで10日ほど経っていたそうだぜ。前日に通報していたとしても、もう間に合わなかったのね。発見された時の渡辺さんの状態だが、バーバリーのベージュのコート、下には青のセットアップ、下着にも乱れはなかったそうだぜ。きちっとした服装をしていたのね。渡辺さんの近くには彼女のカバンも落ちており、中に入っていた財布の中の現金は、たった473円しか入ってなかったんだ。首を絞められて殺された後に、お金を抜かれたの？ああ、現金4万円が、抜き取られたことが判明しているぜ。警察は現場の状況から、被害者と関係を持った犯人が、渡辺さんを殺害した後、お金を盗んで、逃走したと推測し、強盗殺人として、捜査を進めたんだ。さらに渡辺さんが発見された現場には、彼女以外の毛髪や使用済みの、コンドームなどが発見され、亡くなる直前に誰かと性行為に、及んでいた痕跡が残っていたんだ。街で見かけた男性をそのアパートに、連れて行って、行為に及んでいたのかしら。実際、渡辺さんはこの空き部屋を、性行為する際に何度も利用していたそうだぜ。殺害されたと言われる8日の日の夜、渡辺さんは会社員っぽい男性と、食事をした後ホテルに行ったことが、警察の調べでわかっているんだ。あら、そのサラリーマンが怪しく見えるわね。だが8日の22時過ぎに2人はホテルを、チェックアウト、そのまま22時半には、渡辺さんと会社員の男性は解散。男性もその後のアリバイは、しっかりあったそうなんだ。じゃあそのサラリーマンは捜査から外れるわね。ちなみにそのサラリーマンは別れ際に、渡辺さんに、売春代として4万渡しているぜ。その4万が財布から抜き取られたってわけね。でも使用済みコンドームとか毛髪とか、すぐにでも犯人を特定できそうだけど、そうはいかなかったの？それなりに証拠はあったんだけどな。捜査は難航したんだ。次は見つかった証拠と残された、謎について一個ずつ紹介していくぜ。まず一つ目だが、渡辺さんの手帳には、数十人の男性の名前、電話番号が記されていたんだ。売春婦としても働いていたんだし、仕事の予定を書くのは当たり前よね。警察も手帳に書かれた名前を調べるうちに、さっき話したサラリーマンにたどり着いたんだ。なるほどね。でもそのサラリーマンはアリバイがあったのよね。てか、その手帳にもし犯人の名前が、書かれていたら、手帳をそのまま放置して、逃げるなんてことあるかしら？そうなんだ。わざわざ自分の、痕跡があるものを残すわけがないよな。じゃあ手帳は全くの無関係なのかしら？その手帳に何か手がかりがあるかもって思うのは普通だよな。でも現場に残すってことは、犯人のことは一切書かれていないのか。なんだか確証が得られなくてもやもやするわね。次に紹介する証拠は、渡辺さんが使っていた定期だ。殺害されたと言われる8日から4日後の3月12日、現場から10キロ以上離れた場所から、渡辺さんが使っていた定期が発見されたんだぜ。そんなに離れた場所で？渡辺さんは日頃から電車を使っており、殺害されたと言われる8日から、1週間前の3月1日に購入された定期なんだ。約半年分の定期を買ったのに、それをわざわざ自分で捨てるってことはないわよね。しかも10キロも離れた場所に、警察もそう考え、犯人が捜査を、錯乱させるためにわざと10キロも、離れた場所に捨てたんじゃないかって、結論に至ったぜ。そして事件当日、サラリーマンと別れた後、彼女はまだ終電があったからか渋谷の、道玄坂で道行く男性に声をかけていたそうだ。いつもの夜の仕事ね。8日の23時頃、黒いジャンパーを、着た男性と話す渡辺さんの姿が、目撃されているんだぜ。その45分後の23時45分、渡辺さんと黒いジャンパーを着た男性が、現場となったアパートの空き部屋に、入っていくのを、一人の青年が目撃しているんだ。
その男性が渡辺さんが殺される前、最後に会った男性ということで、間違いないわよね。その可能性が高いな。そして、事件から2ヶ月後、犯人が逮捕されたんだ。その犯人が、目撃されていたジャンパーの男？それが、そうじゃないみたいなんだぜ。じゃあ、逮捕についても説明していくぜ。事件発覚から2ヶ月後、警察はある男性を強盗殺人罪として逮捕。その逮捕された男性は、第一発見者のネパール人男性だ。第一発見者が犯人なんて、本当にあるのね。でもこの逮捕には多くの疑問点が、残っているんだ。それも説明していくぜ。なんでこのネパール人が逮捕されたの？第一発見者だからってだけで逮捕しないわよね。現場には使用済みのコンドームがあったのは、覚えてるか？そのコンドームの中に精液が、付着していたんだが、その精液が、逮捕されたネパール人のものだったんだ。急展開ね。じゃあ最後に会っていたと、思われる黒いジャンパーの男性は、そのネパール人だったの。だがネパール人男性とジャンパーの男性を、同一人物だと判断するには、少し辻褄が合わない部分が出てくるんだ。これからはネパール人男性を G さんと呼ぶぜ。G さんは事件当日、職場である千葉の、ネパール料理店でいつものように出勤していたんだ。その日のタイムカードの記録によると、22時くらいまでお店にいた G さん。そこから事件があったアパートに着くのは24時。それじゃ、23時45分に目撃された、黒いジャンパーの男性が G さんというのには、無理があるわね。しかも G さんは現場となったアパートの、隣のアパートに住んでいたんだ。そんな近くに住んでおきながら、渡辺さんを10日もそのまま放置するなんて、普通はしないと思うんだが。まあそれは何とも言えないわね。G さんは逮捕されて、罪を認めたの？もちろん否定したぜ。でもコンドームには彼の精液が付着していたんでしょ？そのことについて G さんは、渡辺さんとは、事件前に関係を持ったことを証言しているんだ。彼が彼女と初めて関係を持ったのは、事件の3ヶ月前、仕事から帰っていた G さんに渡辺さんが、セックスしませんかと声をかけられたが、G さんはホテル代がないと断ったんだ。でも渡辺さんがどこでもいいというので、G さんの部屋で行為に及んだんだ。その後も何回か渡辺さんは G さんに声をかけ、2回目は現場となった空き部屋で行為に及んだ。ちなみに、その部屋の鍵は G さんが持っていたんだ。G さんはアパートの管理を、任されていたってさっき言ってたわね。そして2月25日から3月2日のいずれかの日に、G さんはまた渡辺さんに声をかけられ、同じように現場となった空き部屋を利用。その時に使用したコンドームが、証拠として挙げられたコンドームだな。じゃあ事件当日より前から、その使用済みのコンドームは存在していたのね。結果、第一審で彼は無罪と判決されたんだ。だが控訴審にて、彼は有罪判決を言い渡されるんだ。なんで？無罪って言われたんじゃないの？現場に残されたものが彼のものであったり、いくつかの状況証拠から、彼は有罪となり、無期懲役を言い渡されたんだぜ。でもこの判決に納得できない彼の支援者が動き、驚くべきことが次々と判明したんだ。まず、現場から10キロ離れた場所で、見つかった渡辺さんの定期券から G さんの、指紋は検出されなかった。また、定期券が見つかった場所に、G さんの知り合いはおらず、土地勘も、全くない道の場所。そんな場所にわざわざ行くだろうか？さらには現場からは16本の体毛が、採取されたんだが、そのうちの12本が、渡辺さんと G さんのものだったんだぜ。じゃあ残りの4本は？それが誰のものだったのか、最後までわからなかったんだ。弁護側は再審を請求し、現場で見つかった。物証のうち、DNA 鑑定をしていなかったものを、鑑定するように検察側に要求したところ、渡辺さんの遺体から採取された精液から、検出された DNA は G さんのものと、一致しないこともわかったんだ。別人が事件の日に、渡辺さんと、行為に及んでいたってことね。しかも精液から検出された DNA、なんと現場に残されていた、誰のものかわからない体毛と一致したんだぜ。どんどん G さんが犯人から離れていってる気がするわ。さらに驚くことに、遺体から採取された、精液と G さんの血液型が一致しないことは、事件発生後すぐに分かっていたことなんだ。じゃあ第三者が存在することは、最初から知っていたの？その第三者を深く調べずに、G さんを逮捕したんだぜ。なんだか闇を感じるわね。警察って真犯人を見つけるために色々な証拠を、細かく調べてくれるんだと思ってたわ。まあそれは置いておいて、渡辺さんの体内から採取された精液と、G さんの血液型が違うって分かったら、すぐ無罪って証明できて釈放されるんじゃない？ G さんが釈放されたのはそれから12年後だ。12年もの長い間、犯罪者として生かされていたの？
体内から採取された精液と G さんの血液型が違うという決定的証拠が出ても、検察側は有罪を主張していたんだ。決定的ではない、とな。ここまでの証拠でも決定的じゃないのね。じゃあ G さんは何の証拠で無罪だって証明できたの？渡辺さんの爪から採取された DNA が、体内に残されていた精液の DNA と一致したからだぜ。その証拠が出てすぐ無罪主張に転換したんだ。ますますその第三者が怪しいわね。G さんは無罪が証明されてよかったわ。だが今現在も真犯人は見つかっておらず、未解決事件になってしまっているんだ。この事件を軽くまとめるぜ。被害者は東電で働く渡辺康子さん。仕事もできるエリートウーマンだ。だがそのエリートウーマンにも、裏の顔があったんだな。夜になると自ら男性に声をかけ、自分を売る生活。そんなある日、ボロいアパートの空き部屋で、首を絞められなくなっている、渡辺さんが発見された。そして事件から2ヶ月後、第一発見者の、ネパール人 G さんが逮捕された。現場には G さんの体毛と使用済み、コンドームから G さんの精液が見つかったんだ。でもその精液は、事件より前に、渡辺さんと性行為に及んだ時のものだったのよね。そして調べていくと、G さんではない。体内から採取。さらに爪からも、同一人物の DNA が採取されたんだ。そのことなら、G さんは無罪と判決され、謎の第三者が誰だったのか今もわからず、真犯人も謎のまま、もやもやする事件ね。今回は東電 OL 事件を解説したが、霊夢はどうだった？証拠はたくさん残されているのに、なぜこんなにも真犯人が捕まらないのかしら？っていうのが感想ね。最初から第三者の存在を知っていたのに、それを無視して、無理やり G さんを、犯人に仕立て上げるとか、しかも、爪から第三者の DNA って、そんなのまず最初に調べるものなんじゃないの？無駄に遠回りして、事件解決が、遅れたって思っちゃうよな。事件発生からかなりの時間がかかって、しまったけど、一刻も早く真犯人が、見つかることを祈るわ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントしてくれよな。というわけで今回は、東電OL事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。